北国新聞ニュースをお伝えします。県内では今日、公立高校の一般入試が終わり、受験生たちがほっとした表情で会場を後にしました。石川県教育委員会のまとめによりますと、公立高校の一般入試には県内全体で6524人が受験し、受験倍率は去年を 0.03 ポイント下回る 0.96 倍でした。能登半島地震の影響から今年の入試では、校舎の損傷が激しい羽咋高校、田鶴浜高校、穴水高校の3校で、受験会場が近くの高校や中学校に変更されました。また、奥能登から集団避難している生徒などは、金沢市の県教員総合研修センターで受験しました。試験は今日の社会と数学の2教科で終わり、輪島高校でも試験を終えた受験生がほっとした表情を見せていました。先月中旬まで車中泊だったという女子の受験生は、数学の応用と社会が難しかったと入試を振り返り、1週間ぐらいしか勉強できなかったけど合格できると信じている、今は家に帰って眠りたいと話していました。公立高校の合格者は今月14日正午に発表されます。北陸新幹線加賀温泉駅の開業を祝うため、全国でも指折りの多様な獅子舞が記念イベントで演じられることになっています。獅子舞の披露は加賀市の住民有志などで作る獅子舞を応援する会が企画し、開業日の今月16日と翌日に開かれる記念イベント、加賀未来一の出し物に採用されました。加賀市内の獅子舞は全国でも指折りの多様性を誇り、8つの団体が駅前に設けられるステージで新幹線駅の開業を祝福します。ステージでは旧北国街道や温泉地から城下町や農村、漁師町に至るまで、それぞれの地域に伝わる個性的な演舞が披露されます。獅子舞を応援する会の顧問で千葉県に住むフリーライターの稲村幸正さんは、北国街道や北前船を通じて各地から伝わり、質、量ともに全国屈指の獅子舞どころとなった加賀の伝統芸能を県内外の多くの人に知ってほしいと来場を呼びかけています。加賀市の多彩な獅子舞は新幹線の延伸に合わせて作られた山中温泉獅子頭ランドでも今月10日に上演されます。見応えありそうですね。あの祭りを引き立てる、主役といえば能登は切子、それに対して加賀は獅子舞でしょうかね。はい、あの迫力満点の獅子頭が勇壮にこの舞う姿というのは、見る人に元気をくれますね。新幹線開業は、九谷焼や山中塗りで知られる加賀地方が誇る、もう一つの伝統の技として、獅子舞をアピールする絶好のチャンスになるんじゃないでしょうかね。はい、ではニュース解説です。能登半島地震で多数の亀裂が入るなど甚大な被害を受けた輪島市の国名勝白米千枚田で5月、およそ60枚の棚田で田植えができる見通しとなりました。地元のボランティア団体が現地で調査を行い、耕作可能と判断したそうですが、野口さん、わずかずつでも再生することで復興の象徴にしたいですね。そうですね。この白米千枚田は輪島市の白米地区で、日本海に面したこの急勾配の斜面に広がる1004枚の棚田の総称ということでね、はい、2011年に認定された世界農業遺産、能登の里山里海のシンボルになってますよね。はい、オーナー制度を採用していて、田植えや稲刈りには全国から多くの人が駆けつけてくれます。主に地元ボランティアの白米千枚田愛好会が管理しているんですが、元日の地震で棚田にこの無数のひびが入ったほか、
まあ、水源の用水路も崩壊してしまった、まあ、田んぼに水が引けず、まあ、当初は春の作付けは難しいんじゃないかという見通しでしたが、応急復旧工事によって、なんとかですね、4月初めに水を通すことができる目処が立ったようですね。そうですか、このほど会員が集まって現場を見て回って、工作ができそうな田んぼを確認したそうですね。本当中にはね、深さ50センチ以上に達する亀裂が生じたり、地盤が傾いたりした田んぼもあってですね、工作できる箇所は、自然とこう限られてくる。愛好会の会員も被災していて、大半がその市街で避難生活を送っていてですね、工作者の確保も今後の課題になってますね、会として調査を行うのは初めてですが、会員からはわずかだが光が見えてきたという声も上がったようですね。ではいつ頃から本格的な農作業に入るんでしょうか。はい、まずは今月末からですね、修復に取り掛かって、4月から田起こしの作業に入る予定ということです。修復の状況によってはさらに工作できる面積が広がるという可能性もあって、愛好会の代表の方はですね、みんなでこう力を合わせて一歩一歩一枚一枚、元の姿に戻していきたいと語っています。輪島市もバックアップに力を入れる方針で、市ではこの千枚田に隣り合うこの道の駅千枚田ポケットパークというのをこう所有しているんですけれども、営業が再開するまでの間、この施設を愛好会 の仮の宿舎として提供するそうですね。市外から駆けつける会員も多くて、ポケットパークを活用して効率よく作業を進めてもらって、千枚田の復興につなげるということですね。市内のインフラの復旧がなかなか進まない中なんですが、やはり千枚田は特別な存在なんですね。本当に生活再建の見通しが立っていない市民も多いんですけれども、輪島市としては、復興の希望の光として千枚田の工作も応援していきたいというふうに話しています。今月末から田の修復を始めて、輪島市もこう作業を全面的に後押しする。農地の現状回復というのはなかなかですね、どこも時間がかかるんですけれども、この千枚田の整備を一つの推進力にしてですね、少しずつ少しずつやはり進めていきたいですよね。金沢市金岩地区で開く出張朝市に向け、輪島市朝市組合の組合員が干物作りを始めました。輪島市朝市通りの商店は地震による火災で商いができなくなりました。このため一部の組合員が県漁協金沢支所や金岩町商工振興会の協力を得て、今月23日に金沢の金岩港近くで出張朝市を開くことにしています。その開催に向け、金沢に避難している人など8人が昨日、金岩西1丁目に新設された加工場に集まり、赤魚を材料に朝市名物の干物作りを始め、今後サバの醤油漬けやのどぐろの塩漬けなども用意します。地震の後初めて魚を加工した二木陽子さん72歳は、道具も燃えてしまいもうダメかと思った、朝市に向け作業できるのが嬉しいと話していました。出張朝市の当日には組合から31の店が参加し、朝市のシンボルオレンジ色のテントを並べて水産加工品などを販売します。こちらも一歩ずつですね。そうですよね、いよいよ出張朝市本番に向けてですね、気持ちが乗ってきた感じがしますけどね、本当に日本海のその潮風にさらしてぐっと引き締まった干物というのは、輪島の朝市の名物ですね、ところを変えて今回は金岩名物の醤油も使われるそうですが、これとコラボした干物というのはどんな味がするんでしょうかね、おばちゃんたちの元気な掛け声とともに届けたいですよね。新聞紙でバッグを作る催しが能美市内で開かれ、避難中の被災者が地元の人と一緒に仕上げました。この催しは高齢者の見守り交流会などを行っている能美市青町の生き生きサロンが、
昨日地元のコミュニティセンターで開きました。催しには住民など25人が参加し、色鮮やかな九谷焼が掲載された北国新聞朝刊のラッピング紙面を使ってバッグ作りに取り組みました。このうち山田直久さん84歳は、先月9日から鹿町を離れ、青町にある次女の家に身を寄せています。生き生きサロン世話人の小西芳美さん67歳などと一緒に作った山田さんは、のみでの生活は不自由がなく助かっている、何気ない語らいは元気をもらえると話していました。バッグ作りの講師は市内に住む藤島美代子さん64歳が務め、参加した人たちはサポート役の田中真由美さん60歳にも助けられ、新聞バッグのほか災害の際に食器やトイレに使える小物入れも作りました。被災地を支援しようと、金沢市の長坂台効果自主防災会があさってから2日間バザーの開催を計画しています。長坂台効果自主防災会は、被災地の役に立てないかと考える中で、秋の文化祭で婦人会が開いているバザーをヒントにチャリティーバザーを企画しました。住民からはすでにバザー用にと、皿や箸から布団や毛布、それにキャリーケースや傘などが提供されています。中には長年にわたって集めた多数のアニメフィギュアや手作りの網かごもありました。長坂大効果自主防災会の袋住純子さんは、気持ちのこもったお宝がいっぱい、小さな活動が大きな支援になるといいと話し、明日まで住民に品物の提供を呼びかけています。チャリティーバザーはあさって9日と10日に城南公民館で開かれ、地元の学童クラブが作った看板やメッセージボードも並べられます。北国新聞社は、能登半島地震の被災者や被災地を支援する義援金を受け付けています。義援金へのご協力には4つの方法があり、寄せられた義援金は石川県に届けられます。現金書き留めの場合は、能登半島地震義援金と明記した上で、北国新聞社総務部宛てに送金をお願いします。義援金専用の口座に振り込む場合は、事前に受付窓口に連絡をお願いします。ご連絡がない場合、預かり証の交付と記事掲載はできませんので、ご了承ください。直接義援金を持参される場合は、北国新聞社1階で受け付けます。デジタル決済による寄付は、北国フィナンシャルホールディングスの専用サイトをご利用ください。皆様のご支援をお待ちしています。ここまで北国新聞ニュースをお伝えしました。金沢ケーブルのスマートフォンサービス、金沢スマホで容量シェアプランのサービスが始まりました。シェアプランでは、今お使いのスマホを金沢スマホにした上で、データ通信の容量を分け合うことができます。例えば夫婦2人で4ギガの容量を利用する場合、動画をよく見る妻は3ギガ、ネットで調べ物をする夫は1ギガというように、自由に分け合うことができます。一緒に使うことで無駄がなくなり、節約につながります。容量シェアプランでは、2ギガ、4ギガ、20ギガの3種類あります。スマホ2台で4ギガのデータ容量を利用する場合、2220円、スマホ4台で20ギガのデータ容量をシェアする場合は6180円です。乗り換え時に必要な初期登録料は無料。シェアプランに加入すると、金沢ケーブルの高速インターネットサービスケーブル光とのセット割が適用され、毎月1100円割引となります。お申し込み、お問い合わせは金沢ケーブル0120-751-114番までどうぞ。